霧島、部活やメルテヨは、浅井亮による日本の青春小説、および、それを原作とした日本映画。著者が、早稲田大学文化構想学部在学中の2009年に、第22回小説スバル新人賞を受賞した、デビュー作で、初の平成生まれの受賞者となった。2012年4月に文庫化され、周永社ウェブ文芸連座風呂に掲載された、短編。 東原かすみ14歳が追加収録された。想定写真は高校生のポートレートを撮影し続けている。写真可能の K。被写体はプロのモデルではなく一般の高校生である。少女漫画雑誌マーガレットでは、や守り参考、桃、森美義、姉、森かな、佐藤ザクリ、斉藤ジュリアの5人によるオムニバス形式で漫画化もされた。 さらに、吉田第八監督、上木隆之介主演により、映画化され、8月11日に公開、日本の主要映画賞を総なめにした。タイトルロールである霧島は本編に直接登場せず、その人物像は伝聞のみで明らかにされる。男子バレーボール部のキャプテンだった霧島が部活を辞める、ことをきっかけに、同級生5人の日常に些細な変化が起こる。 本作は5編からなるオムニバス形式によって構成されており、全体的なストーリーの起伏よりも各登場人物の心理を描くことに作品の主眼がある。各登場人物はそれぞれ悩みを抱えており、またそれを隠したまま互いに表面的に交わり、出来事が進む。ある編でも別の編の主人公が出てくるが表面的にしか描かれず、 その辺の主人公の視点からは、別の辺の主人公の内心について何もわからないようになっている。5人の主人公以外の登場人物も、直接には言及されていないが不穏なものを持っているかのようにも書かれる。前後編のうち、第5編にあたる菊池広樹編のみ、冒頭が分離して、全体の頭に置かれており、これが、ストーリーの始まりを告げる役割を果たしている。 物語は金曜日から翌週の火曜日まで5日間を舞台として学校や周辺で起こる出来事を追いかけていく形となっている。登場人物の立ち位置は、広木、ろ、太、うす康介、霧島、日野の上位カーストの男子グループ、さな、みか、かす霞の上位カーストの女子グループ、そしてそれと間接的に関係のある両ナリラ。 あやらという三つに対別される。各登場人物はグループ内の人間関係、スクールカースと恋愛関係の三種を二川にして結びついている。そして登場人物二人は組み合わせごとに何らかの形で抽象的な対比が設定されている。2012年8月11日に日本公開。登場人物名を 各章のタイトルにしたオムニバス形式だった原作を曜日を章立てて、視点を変えて一つのエピソードを何度も描き、時間軸を再構築して構成するスタイルにした。撮影では、高知県内の高校や、東方シネマズ、高知などでロケーションを行っている。丸の内ルーブルを筆頭とした日本全国132スクリーンで公開され、初日は、新宿バルト9で、 舞台挨拶が行われた。公開後は口コミにより話題となり8ヶ月にわたりロングラン上映された。第34回横浜映画祭作品賞及び監督賞をはじめ第67回毎日映画コンクールで日本映画優秀賞及び監督賞第36回日本アカデミー賞では最優秀作品賞を含む3部門で最優秀賞を受賞したほか、 出演者も多くの新人俳優賞に輝いている。8月に封切られた邦画が,が日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞したのは1990年の少年時代以来22年ぶりであった。海外映画祭ではロサンゼルスで開催している l a a g a y フィスト2 0 1 2で招待作品として上映。後日のように多くの賞を受賞したが公開当時はヒットとは ほど遠い状態だった。2016年11月、佐藤隆弘プロデューサーがトークショーにてようやくリクープできるところまで来たと語っている。バレー部のキャプテン霧島が部活を辞めるという知らせが学校中に広がり、生徒たちの間に動揺が走る。霧島の彼女、リサや親友、ヒロキすら相談されていなかったため、誰もその理由がわからなかったのだ。ヒロキは、 霧島を待って、龍太、友宏たちとバスケをするのを日課としていた。しかし霧島がもう来ないのなら、バスケをやる必要もないと言ってやめてしまう。バスケを楽しんでいた友宏はショックを受ける一方、時間つぶしだとありきっていた龍太はそれを受け入れる。広木は何事にも、情熱を傾けることができず野球部での練習も、サボるようになっており、彼女がいるものの恋愛にも、 夢中になれないでいた。友達と別れた弘樹は、数と野球の練習をする野球部部長に遭遇する。弘樹は野球部部長へ3年なのに引退せず練習を続けている理由を聞く。野球部部長は、スカウトは来ていないけれど、ドラフトが終わるまでは続けると言って笑い、弘樹へまた野球部へ顔を出すように誘う。彼女がいることを知りつつ、 ヒロキに片思いをする吹奏楽部のアヤは、ヒロキがバスケをする姿を見ながら、テナーサックスの練習するのが日課だった。しかしヒロキがバスケもやめてしまったことで、アヤはヒロキの姿を追って練習場所を点々と変えるようになる。部長として部員たちをまとめていかなければならないことはわかっているが、どうしてもヒロキを追ってしまう。そしてアヤがヒロキを追いかけていることを知った。 ヒロキの彼女、サナは、アヤの目の前で見せつけるように、ヒロキとキスを交わす。そのことで気持ちを振り切ったアヤは、吹奏楽の練習へ打ち込むようになる。バドミントン部のミカは死んだ姉と比べて何をやってもうまくいかない自分を嫌っていた。友人であるリサやサナ、同じバドミントン部のカスミへもその心を開かない。ミカだが、霧島に代わって、 バレーブレギュラーに採用された風助の練習風景に出くわす。自分の実力と才能不足をはっきり認めて悔しがりながらも必死で練習する風助の姿に自分を重ねたミカは風助へほのかな思いを抱くようになる。風助は試合に出て奮闘するも結果は敗北。しかしミカは自分を見つめ直し頑張っていく決意を固めていく。そして 霧島が学校へ来たと聞いて、走り出そうとした風助を、美香は行かなくて良いと思わず呼び止めてしまう。映画部の前田は、そんな周囲の騒ぎのことなどを知らず、仲間と共にゾンビ映画の撮影へ熱心に取り組んでいた。しかし顧問はゾンビに、リアリティはないと乗り気ではないし、毎回遭遇するアヤが撮影現場で練習を粘るため、なかなかうまくいかない。 そんな前田が片思いしている相手が、霞だった。たまたま映画館で出会ったことで霞と会話を交わして、喜ぶ前田だったが、霞が竜パと付き合っていることを知ってしまう。霞は、苛立っているリサや、さらに悩んでいるミカを思って、周囲へ秘密にしていたのだ。さらに前田は、顧問から一方的に、ゾンビ映画の撮影を禁止されてしまう。苛立ちながら、 ゲリラ撮影を続ける前田は、またも撮影場所に現れたあやへ思わず、感情をぶつけてしまうが、彼女が、今日で最後だからという気持ちを汲んで、先に屋上での撮影を行うことにする。金曜日から月曜日まで学校に来なかった霧島が、今日は学校へ来て屋上にいるらしいという噂が、広がる。しかし駆けつけたバレー部たちが目撃したのは、 ゾンビ映画を撮影中の映画部たちだった。苛立つバレー部に撮影を邪魔されたことで起こった前田はゾンビに噴した映画部員たちを消しかけてバレー部を襲わせ大乱闘の末に彼らを追い払うことに成功する。壊れたカメラを直しながら前田は自分たちはこの世界で生きていかなければならないのだと脚本のセリフを言う。屋上へやってきた広木は 乱闘の現場でカメラを直す前田へ冗談交じりにインタビューを行う。将来は映画監督かと聞かれた前田は自分では無理だと素直に認めつつ映画を撮ることはとても楽しいのだと語る。映画部部長前田の言葉を聞いた広木は何にも真剣になれない自分の空っぽさに思わず泣き出してしまう。そして広木は屋上から 野球部の練習風景を眺めながら、初めて霧島へと携帯で電話をかける。彼が霧島へ何と言ったのかは分からぬまま、物語は幕を閉じる。宮部美香を主人公とするスピンオフドラマが2012年8月にワウワウで放送された。映画では描かれなかった原作の美香の家庭のエピソードをドラマ化している。出演は、清水くるみ、板谷由床、演出は、 秋の正一。2013年2月15日発売、レンタル開始。発売、販売元はバップ。2013年7月19日にオトバンクのフィービーにて配信開始。ありがとうございます。